司令部から持ち出したデータを調べた。ラボが破壊される直前にすごい発見があったんだ。クルールの体からあるバクテリアが見つかった。それは火星の岩石から見つかったものと同じものだ。それが何だというんだ。これはある事実を指し示している。プライマーという文明が誕生した場所、それは火星だ。奴らは邪神なんかじゃない。火星人マーシアンだ。そんなことはどうでもいい。備蓄が尽きかけてる。食料が必要だ。奴らだ。行くぞ。銃を持て。分かった。皆の命がかかっていることを忘れるな。下の階には100人の市民がいる。俺たちがやるしかない。畜生、とうとう来やがった。ついに奴らのお出ましかよ。奴らは地下には入ってこれない。おそらく別のものだ。怪物だ。怪物が入った。Thank you.
絶対に地上にはいない。
けだ。巻き戻した。悲惨な時間を繰り返し、嫌というほどの殺戮を見てきた。うんざりだ。私の心が持ちそうにない。それでも人類が生きていられるのは、もう巻き戻った時間の中だけなのかもしれない。何度殺されるとしても、消えてしまうよりはマシなんだろう。もう耐えられそうもない。もっと妻の死を見ようか。分かってた。 EDF は敵に背中を見せない。
食料がいるんだ。俺は地上へ行く。待て、外に出たら死ぬぞ。必ず来る。くそ、まずいぞ。地上はクラーケンの世界だ。見つかれば生きては帰れない。奴らは俺たちを見ている。外に出れば必ず見つかる。静かにしろ、奴らに見つかる。奴らを見てもうろたえるぞ。そうして進めば死ぬだけだ。地球はクラーケンに支配されている。俺たちは生かされているだけに過ぎないんだ。落ち着け、パニックになるな。ここは空の下だ。警戒を怠るな。戦った者は闇に包まれて死ぬ。そう聞いたぞ。奴らは暗闇を呼ぶ。闇の中で取り乱すなよ。クラーケン、そうだ、不吉なのだ。クラーケンに見つかった。あれがクラーケンか。なんて姿だ。恐れるな。撃て撃て。消えてしまった。隠れているだけだ。合理的な判断だ。ダメだ、仲間の姿は見えない。奴らが闊歩している。そこら中敵だらけだ。おしまいだ。ここを出るぞ。しかし
仲間を見つける。無事なはずだ。急ぐぞ。無理だ。手足が何本もあった。奴らはたくさんの武器を同時に扱える。人間の手足は2本ずつだ。勝ち目はない。俺たちは奴らを倒した。戦う方法はある。聞け、奴らのシールドは無敵ではない。攻撃を受けるとシールドは消耗し小さくなっていく。黒く変わると動かすことができなくなるようだ。やがて再起動するが、それまでが勝負だ。まずシールドを攻撃。黒く変わったら狙いを変え、クラーケンの本体を狙う。同じ場所を撃ち続けてもダメだ。シールドの色が変わったら狙いを変えるんだ。いい作戦だ。やるぞ。変えるんだ、みんなで。わかった。俺のせいなんだ。
びてみせ。接近しましょう。また引き金を引くのか。交戦準備できています。
歴史に介入したのはここ数日のタイミングだ。歴史を変えるのは制約だ。そうとしか思えない。リングが現れた時間を起点にして、そこから数年の歴史にしか干渉できない。歴史改変という作業をするためにリングという前線基地が必要なのか。行動を利用しよう。3番行動ならリングの真下に出るはずだ。